パーンバン道路橋と鉄道橋パーンバン鉄道橋の可動橋部分パーンバン橋はポーク海峡を渡りインド本土とタミルナード州のラーメンシュワラム島を結ぶ橋梁である道路橋と鉄道橋とを指すが後者を意味する場合が多い鉄道橋は長さ2065メートルでありインドで最初の海上橋である2009年にムンバイの近郊に高速道路橋である バンドラ・ゴーリシー・リンクが開通するまでは、インドの海上橋としては、第1位の長さであった。鉄道橋は1914年に共用を開始した。現在も機能するに分割の片持ち式の長さ67メートルの飛べ海峡部分があり、跳ね上げて橋の下に船を通すことができる。この橋は1964年12月にサイクロンにより破壊された。 復旧には6ヶ月を要するとの政府の見通しであったが、後にデリーメトロの常務理事となった E3 ダラン議師の指揮の下、46日間で列車運行の再開にこぎつけた。この鉄道橋は元来、期間 1000mm の狂気列車用であったが、2007年8月12日にインド鉄道により、基幹 1676mm への改め機が完了した。 最近まで飛べ海峡部分は人力によるてこの操作により開閉していた。貨物船、沿岸警備隊の巡視船、漁船、タンカーなどが1ヶ月に約10隻通過する。鉄道橋の南側のより高い位置にある道路橋からは、連なる島々と眼下に並行する鉄道橋等を望むことができる。道路橋は1988年に完成したに、 車線のプレストレストコンクリート橋で、正式には、アンナインディラワンー橋と呼ばれ、最大スパンは115メートルである。ありがとうございます。